道場です。妖怪バスターズ、赤猫だしろネタやっていきたいと思います。今回なんですけども、ダウンロード限定の妖怪、にゃんま城ゲットしに行きたいなと思います。魔法の鈴、ゲットしました。こんな感じですね。魔法の鈴を持っていると、さすらい闘技場に妖怪にゃんま城が現れます。戦闘に勝利すると友達妖怪になるチャンスが、さすらい闘技場に行くといいみたいですね。このダウンロードコンテンツの、この特典をゲットしてから、とある王国からやってきた魔法が得意なジバニャン、妖術を応用して、大魔法を生み出すと日々精進している。行きましょう、じゃあ。ダウンロードしまーす。オッケー、にゃんま城。これ強いんかな？結構強そうやな。昔もね、このダウンロードコンテンツの、ロボニャン F 型とか強かったんですよ。ロボニャン F 型と、あと誰やったっけ？もう一人。セーラーニャン。結構強かったんで、もしかしたら今回も強いかもしれん。オッケー、ゲットしました。あとまあ、にゃん騎士もゲットできますね。次の動画でにゃん騎士も行きたいと思います。じゃあ、またねー。とりあえず、この主人公の、前回はさ、アチュガルルちゃんをレベル上げましょう。一気に上がるぜ。いけドラー来た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 。めっちゃ上がるー。うわ、全然上げられへん。やっぱ、あれか。むずいんやな、上げるのレベル。守り高いな、めっちゃ。守りがめっちゃ高い。よし、あと武器ですね。武器ももちろん一番強い武器。装備したいと思います。あ、でも無理か。ジバニャンが、あ、無理やわ。よし、じゃあ行くか、さすらい闘技場。これ勝てるんかな？そこは問題やな。よろしくお願いします、ル。あれ？あれあれ？とりあえずこれで。なんか出てくる状態なんやな。どこに出てくるんやろ。いつでも待っとるぞ。こんなにおるんかな、誰か。あれ？ちょ、待って待って。します、します、します。ないぞ。あれ？アイテムで、どうやって出すんやろな、これ、ちょっとわからんな。あ、まだない、あ、受け取ってないんか、俺。ダウンロードするだけして。なるほど。受け取らないといけないんですね、これ。多分。あった。これや。ここで受け取ってから。あ、ありがとうございます。はい、これで OK ですね。お、なんか出とる。あ、出た。1って出とる。あー、これで来てるわけですね。もちろんでござる。結構強いやん、にゃんま城。20レベル、15レベル、15レベル、15レベル。もらえるでも1000。結構強いぞ、こいつ。くそー、行くか、でも。勝てるかな、これ。勝ちたいな。ちょっとこのチームで勝てるか分からんけど、行こう。まあちょっとプレイングでなんとかカバーできるかもしれん。どうなんやろ。うわ、すげえこれ。負けないでよ。はっ。えい、いけ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 。何？やべ、やべ。やべ。強こいつら。うわあ。めっちゃ強いやん。やば。めっちゃ強いぞこいつ。マジでめっちゃ強いぞ。やば。これめっちゃ強いやん。うわ。しかもセーブするからもうやり直せへんっていう。うわあ、明日まで無理か。マジか、めっちゃ強い、にゃんま城。これにゃんま城強。ちょっとこれあれかな、協力した方がいいかもな。マエスさんとか連れてきて、ちょっとレベルの強い妖怪だけで固めた方がいいかもしれん。レベル10できつかったから、ちょっとにゃん騎士はもうちょっとレベル上げてから挑みたいと思います。1日開けてからなんで。まあ、このにゃんま城については、また後日、次もう一回行けるようになってから行きたいと思います。かなり強いですね、これ。だから序盤は勝てないと思います、多分ね。レベル20いたんで、多分こっちもレベル20が欲しいかなと。だから全員がジバニャンクラスでギリギリ勝てるか勝てないか。ぐらいだと思うんで、さっきのレベルから行ったところ。速攻でやられたんでね、無理壁とか。めっちゃ強かったっすね。いやー、面白いな、でも。まあまあ、ちょっとゲットできなかったですけど、今回は。次、ニャン騎士の方はもうちょっとレベル上げて、さらに、レベル1とか抜いて、全員レベル10以上のパーティーで、行ってみたいなと思います。はい、というわけで。
にゃんまじょ、ちょっと今回はゲットならなかったですけど、また、いずれゲットしたいと思います。ぜひ皆さんもね、ダウンロード版、買ってる方はにゃんまじょ、挑戦してみてください。というわけで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。